はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、 SH フィギュアーツ仮面ライダーガイムオレンジアームズです。はい、ガイム系フィギュアーツの第1弾ですね。今回はパッケージが変わってて、フルーツの形にグリッとくり抜かれてます。ガイムはオレンジですね。裏側はこうなってます。フィギュアーツはなぎなたモードも再現できて、戦国ドライバーも稼働するんですね。今回はガイムとバロンの初回限定アイテムを手に入りましたので、ガイムと一緒にレビューします。はい、まず中身はこうなってます。ガイム本体と手首パーツが8種類、それと大々丸と無双セイバー、さらに小さいながらもオレンジロックシードもついてますね。ではまずガイム本体から見ていきます。前側と後ろ側、もう本当に今回のガイムのアーツは僕がどうこう言う前に100点ですもうそれくらい完璧な出来ですね。アンダースーツはテレビ通りダークネイビーになってて、よーく見ると粒子が入ってて薄いメタリックに見えますね。そして近くで見ても省略が一切ない完璧な造形ですね。複眼のオレンジの断面も綺麗で、アームズ部分も細かいところまで色分けされてますね。後ろを見てもオレンジのヘタまできっちり再現されてます。なんかここまですごいとアームズが展開してオレンジになるっぽいんですけど、さすがにアームズチェンジ機能は省かれてますね。そして戦国ドライバー、細かい造形もすごいんですけど、オレンジロックシードの再現度も半端ないですね。さらにブレードがちゃんと稼働するんですね。動くんですよこれ。オレンジロックシードも引っ張ればポロッと外れます。さらに外れた場所もちゃんとデザインされてますね。外したロックシードはこんな感じ、裏はこうなってます。さすがに蓋を閉めることはできないですね。下半身は柄がしっかりしている上に、よく見るとシワ感も再現されてますね。こういうところも細かいです。そして足の裏もガイムのマークになってますね。可動は首がぐりぐり動いて、アームズは肩パーツが動きます。腰部分は腰と胸が動いて、しかも干渉しにくいようにアームズも若干動きます。腕の付け根と肘と手首、下半身はここまで開いて膝と足首、さらにつま先、いつも通りかなり動きますし、関節が緩いとか硬い感じもないですね。とりあえずライダーキックも決まります。そして武器パーツは大々丸と無双セイバー、これも本当によくできてますね。特に大々丸は塗装とクリアパーツで再現されてます。無双セイバーは劇中通りかなりブラックに近いカラーですね。裏側もいい感じ。アームズチェンジの武器パーツに比べるとだいぶ差がありますね。そしてオレンジロックシード、これも小さいですね。ちなみに通常サイズはこれです。いつものロックシードがだいぶ大きく見えますね。では手首パーツもたくさんありますから付け替えて、お、今回はなんか細いですね。その分取り外しやすいです。持ち手バージョンに変えて無双セイバーと大々丸を持たせます。完成、仮面ライダーガイムオレンジアームズです。はい、とりあえずシンプルに立たせてみたんですけど、めっちゃくちゃかっこいいですね。この完璧なプロポーションと立ち姿、いやすごいですよ今回のアーツは。ただ立ってるだけなのにこんなに決まるんですね。足元はダイキャストじゃなくても十分設置性が高いです。後ろ姿もいいですね。本当に色の省きがありませんから、完全にテレビのガイムです。近くで見るとこんな感じですね。もちろんガイムらしくちょっとこう腰を落としたようなポージングも決まりますね。こういうポーズもかっこいい。手首も稼働しますし、下半身もすごい細かく動きますから、本当に思い通りのポーズができますね。さらに腕をまっすぐにすれば、無双セイバーのガンモードとか、このまま両腕を持ってきて、二つの武器パーツを合体すれば、はい、なぎなたモードもできますね。関節が自由に曲がれますから、両手持ちもすんなりできます。戦国ドライバーからロックシードを外して、無双セイバーに取り付けることもできますね。グッと。ちゃんとロックシードがセットできるギミックもすごいですね。さらに横のホルスターはアームズチェンジ同様、無双セイバーをセットすることができますし、反対側のホルダーはロックシードをはめることができますね。はい、こうなります。ベルト周りのギミックの再現も完璧ですね。はい、アームズチェンジと並べるとこうなります。アームズチェンジも十分かっこいいんですけど、やっぱりアーツは色が多いですね。特に上半身は結構差があります。それと最高に出来のいい一番くじの A 賞と比べるとこうなります。一見するとアンダースーツの色以外はそんなに変わらないように見えるんですけど、個人的には今回のアーツの方がテレビのイメージに近いような気がします。まあそれでもどちらも造形はすごいですね。では初回限定の漆黒のステージも確認しましょう。こっちが、おー、すごい綺麗。ガイムの初回限定アイテムで、もう一つがバロンの初回限定アイテムです。金屏風すごいですね。こんな感じで折り曲げることができます。なので角度をつけて台座を置いてガイムを置けば、はい、ガイムのオープニングが再現できるんですね。
これはいい初回限定アイテムですよね。近づくとこんな感じ。ただでさえかっこいいアーツのガイムがさらに神々しく見えますね。ただオープニングでは他にバロン、リュウゲン、ザンゲツがいますから早く4人を集めて完全再現したいですね。はい、ということで SH フィギュアーツ仮面ライダーガイムオレンジアームズを紹介しました。もう本当に最初に言った通り100点満点の商品ですから、カラーリングも造形もギミックも文句なしですね。第1弾からこのクオリティならジンバーレモンも勝ち時アームズも相当期待できますね。以上 SH フィギュアーツ仮面ライダーガイムオレンジアームズの紹介でした。